最初からやり直しだ。なんだあんたら、悪いが今の あんた、その手武器になってるのか。ちょっと、よく見せてくれ。お接合部のアダプターは廃用か。つまり武器の乾燥稼働傷だらけだ。あんた、こいつをつけたままあちこちぶん殴ったりしてねえか。まあ、たまにな。そんなことすら衝撃で骨が持たねえ。でも見ろ、ここだ。この特殊なシリンダーで衝撃を吸収しちまうんだ。なあ、どこの誰が作ったんだ。古い知り合いだ。今はどこにいるんだか。ああ、ちょい待ち。できた。悪い悪い、俺は伊蔵ってんだ。究極の武器を目指して試作を続けてるんだが失敗続きだよ。でもあんたのおかげで一歩前進できそうだ。勢いのあるうちに作りたいな。あんたらちょっとそこいらで材料を集めてきてくんねえか。無骨な作りに見えて細かいところまでよく考えられてやがる。作ったのは全く別のもんを専門にしてる技師だろ。武器屋には思いつかねえぞ。これは俺はもともとジュノンの生まれなんだが、あそこはいろいろと規制が厳しいんだ。で、好きに武器が作れる場所を探してるうちにこんなとこまで来ちまったってわけだ。偏僻すぎて材料の調達には手を焼くが、なかなか悪くねえ工房だろう。俺が人生をかけて目指してる代物さ、まだ先っちょもつかめてねえから、どんな武器かって聞かれてもうまく答えられねえけどよ。ま、材料探しくらいなら手貸してやってもいいぜ。それありがたい。材料の調達場所をメモしておいた地図が物置小屋にあるからよ。まずは小屋に行って地図を探してみてくれよ。材料の調達場所は物置小屋の地図に書いてある。まずは小屋に行って地図を探してみてくれ。目的地はこの辺りか。散々無茶してきたが、故障一つしたことね。確かに大したもんだぜ、相棒。
揃ったのか。おう、全部あるな。ありがとな。時間があるならちょっと待ってくれ。楽しそうに作るな、おい。物騒な道具だってのによ。そりゃ楽しいさ。好きでやってることだ。それに道具の評価は使うやつ次第。たとえ武器でもな。いや、武器だからこそだな。いいね。こりゃ俺の最高傑作だ。あんた使ってくれよ。俺は嫌ってくらい派手に使うぜ。ああ、好きにしてくれ。道具の評価は使い手次第って言ったろ。俺自身の評価も同じだ。俺が作った道具を誰がどう使うか、それで俺の評価が決まる。世間はともかく俺の中だな。けっ、そんなもん託すなよ。あったばっかりじゃねえか。その腕のアダプターな。最初にそれを作った職人はさ、あんたの未来を思いながらそのアダプターを作ったんだと思う。今は武器しか選ばないだろうが、半年後はどうだ、3年後はどうだなんて想像してよ。そのアダプターを作った職人の思いに俺も乗っかりたい。その気になりゃ、その腕はでっかい泡立て器にもできる。100人分のケーキだってあっという間だ。ふわふわしたこと言ってんじゃねえよ。いや、それがこの傑作の代価だ。いつかケーキ持ってこい。それまで死ぬな。変なやつ。気が合ってた。ああ、嫌いじゃねえ。